ルドルフ2世は、ブルグント王、イタリア王。ルドルフは、ブルグント系ベルフ家出身のブルグント王ルドルフ1世と、プロバンス王暴走の娘ウィラの長男である。ルドルフは領土を東北方面に広げようとし、916年にバーゼルなどシュバーベンの一部を得た。919年には、トゥールガウ及びチューリヒに侵攻したが、ビィンタートゥールの戦いにおいて、 シュバーベンコーブルヒャルト2世に敗北した。その後はブルヒャルトと同盟し、922年にルドルフはブルヒャルトの娘ベルタと結婚した。同年、ルドルフは南に軍を進め、921年にはイーブレア編強博アダルベルト一世によりイタリア王に衰退された。その結果、923年に皇帝ベレンガーリオ一世と、 フィオレンツオーラ・ダルガで衝突が起こったが、ルドルフが勝利し、ルドルフがイタリア王となった。しかし、イタリア貴族はルドルフに対し反乱を起こすようになった。ブルヒャルト2世は、シュバーベンから援護に駆けつけたが、926年4月、ノバーラにて、ミラーの大司教ランベルトとの戦いで戦死した。ルドルフはイタリアから撤退し、同年11月に、ボルムスにおいて、 イタリア王位の象徴である聖、槍を東フランク王ハインリヒ一世に引き渡した。最終的に933年にルドルフはユーグダルルにイタリア王位を譲り渡し、代わりにユーグからしたブルグントを得た。ルドルフ二世は937年に死去し、サンモーリス修道院に葬られた。ブルグント王位は息子のコンダアートが継いだ。 ルドルフ2世のカフベルタは937年にユーグラルルと結婚した。922年、シュバーベンコブルヒャルト2世の娘ベルタと結婚した。ありがとうございます。